ジョン・マクローリン、1784年10月19日から1857年9月3日、は、バンクーバートリデにあったハドソン湾会社の、ケガワ公益コロンビア地区本部の主任代理人である。後に、太平洋岸北西部のオレゴンカントリーにおいて、アメリカ人を援助したことで、オレゴンの父と呼ばれるようになった。1840年代後半、オレゴンシティにあった。 マクローリンの雑貨店がオレゴントレールの終点として有名だった。マクローリンはケベック州ディビエル・デュルーでアイルランド系、スコットランド系及びフランス系カナダ人の家庭に生まれた。子供の時はしばらく王子のウィリアム・フレイザー大佐と住んでいた。ローマカトリックの洗礼を受けたが成功会員として育てられ、人生の後半でカトリックに戻った。 1798年、ケベックのジェームズ・フィッシャー教について、医学の勉強を始めた。4年半の勉強の後で、1803年4月30日に、医療を行う免許を認められた。北西会社が、スペリオル湖で毛皮を集める前進基地だった、オンタリオ州、ウィリアムトリデで医者として雇われた。そこでは、毛皮公益業者になり、インディアンの言語をいくつか、覚えた。 1814年、マクローリンは会社の共同経営者になった。1816年、セブンオークスの戦い後にレッド側植民地の知事であるロバート・センプル殺害の容疑で逮捕されたが、マクローリンは避難されたインディアンの代理という立場だったと主張されることが多い。マクローリンは1818 18年10月30日に裁判にかけられ、告訴は退けられた。 マクローリンは1821年に北西会社がハドソン湾会社に併合された時の交渉の提唱者だった。この併合後間もなく一時的にラックラップ・プリューイ地区の主任に昇格した。ジョン・マクローリンを1824年ハドソン湾会社はマクローリンをコロンビア地区の主任代理人に指名しピーター・スキーン・オグデンをその補佐にした。コロンビア地区はアメリカ人が オレゴンカントリーと呼ぶ地域にほぼ相当していた。当時、この地域はアメリカ合衆国とイギリスが1818 18年条約に基づいて共同統治していた。マクローリンがそこに到着した時、コロンビア川の河口にあるアストリアトリデに会社の支店を置くのは不適だと判断した。アストリアトリデは1811年に アメリカ系側会社のジョン・ジェイ・コブ・アスターによって設立されていた。ヨーク・ファクトリー・エクスプレス交易ルートは、コロンビア側の河口のジョージ・トリデから、スペリオルコのウィリアム・トリデの間で、北西会社が使っていた、初期運送路から進化していた。ハドソン湾会社の経営者、ジョージ・シンプソンが1824年から1825年にかけて、ヨーク・ファクトリーから、 コロンビア地区を訪れた。シンプソンは以前に使っていたよりも早くなるようサスカチュワン川をたどりアサバスカ峠で山脈を超えるルートを調査した。その後このルートをヨークファクトリーエクスプレスの輸送隊が使うようになった。マクローリンはバンクーバートリデオコロンビア川のウィラメット加工を挟んで対岸のジョージ・シンプソンの選んだ場所に建設した。 この基地は1825年3月19日に交易にも使えるようになった。バンクーバートリデに置いたコロンビア地方本部からインディアンとの取引を監督して平和を保ち、メキシコが支配していたカリフォルニア、さらにはハワイと酒や木材の交易をはじめ、ロシア両アメリカには商品を供給した。1825年までに輸送路の両側から、 出発する二つの輸送隊が使われた。春になると一体は、コロンビア川、下流、コロンビア地区にある、バンクーバートリデから出発し、もう一体は、ハドソン湾のヨークファクトリーを出て、大陸の中間で互いにすれ違った。それぞれの輸送隊は、およそ40名、内七75名の自任と二席内し五席の、 特製ボートがあり、当時としては、危険なくらいの速度で進んだ。通り道に住んでいたインディアンは、滝や航行できないような急流がある場所で、陸路積み荷を運ぶのを手伝って、給与を得ていた。1839年の報告書では、片道に3ヶ月と10日を要し、平均速度は1日26マイルだった。輸送隊員は、物資や毛皮を船、馬及び排能で、 経路にある砦や、交易基地に運んでいた。オレゴンカントリーの長であるマクローリンや経路にある、他の砦の経営者からの必要な物資や、毛皮交易に関する状況報告書を運ぶことも、あった。バンクーバー取りは、太平洋岸北西部の活動で、中心地になった。毎年ロンドンからの船が、太平洋を通って訪れ、毛皮と交換に、 物資や交易品を置いていった。太平洋岸における毛川交易の拠点だった。その影響力は、ロッキー山脈から、ハワイ諸島に、また、ロシア領アメリカから、メキシコ領カリフォルニアにまで及んだ。マクローリンは最も多い時で34の前進基地、24の港、6隻の船及び600人の従業員を、監督した。マクローリンの管理下で、 コロンビア地方は高収益を続けたが、これにはヨーロッパでビーバーの帽子が高い人気を呼んでいたことが一部貢献した。マクローリンの外観は身長6フィート4インチ、長く若い時からの白髪が威厳を持たせたが、イギリス市民であろうと、アメリカ市民であろうと、また先住民であろうと、付き合う人には公平に対応することでも知られていた。 当時ハドソン湾会社の現場従業員の妻たちは、多くが先住民であり、マクローリンの妻、マルゲリートも先住民の母とジャン・エチエンヌアデンス、という公益業者の間にできた、メティだった。彼女は、トンキン号事件で死んだ、公益賞、アレクサンダー・マッケイの未亡人だった。その息子、トマス・マッケイは、マクローリンの養子になった。1834年に、 オリンピック半島沖に難破した日本船が漂着し、音吉を含む3人の日本人船員が救助された時、マクローリンは彼らを使って日本との交易を開くことを思いつき、イーグル号で3人をロンドンに送って王室を説得しようとした。彼らは1835年にロンドンに到着し、16世紀のクリストファーとコスマス。 以来、初めて、ロンドンを訪れた、日本人になった。イギリス政府は、最終的に興味を示さず、この漂流者たちは日本に帰れるようにマカオに送られ、琉球の那覇で、モリソン号に乗船したが、直後に、モリソン号事件が発生したため帰国できなかった。1821年、イギリス議会は、アッパーカナダの法律を、コロンビア地区のイギリス市民に押し付け、 ハドソン湾会社に、それらの法律を執行する権限を与えた。バークーバー取の主任代理人であるマクローリンは、この法をイギリス市民に適用し、先住民との平和を維持し、アメリカ人開拓者にも、法と秩序を維持しようとした。1841年、オレゴントレールを通って、最初の滅場社隊が到着した時、 マクローリンは会社の命令に従わずアメリカ人開拓者に少なからぬ物資援助を与えた。イギリスとアメリカ合衆国の関係は大変緊張してきており当時多くの者が戦争の勃発を予測していた。おそらくマクローリンの援助で数多いアメリカ人開拓者による基地への武装攻撃を防ぐことになった。開拓者たちは マクローリンの動機が純粋に入りた的なものではないと理解し、その炎上を不快に思ってその人生の残り期間マクローリンに反抗する動きに出た者も,もいた。ハドソン湾会社は開拓が魅力のある毛皮交易を妨害するので公式には開拓を奨励していなかった。会社は遅ればせながらその地域におけるアメリカ人開拓者の増加によって コロンビア地区をアメリカ領土の一部にしてしまうことになると認識した。八百四十一年、ハドソン湾会社のジョージ・シンプソン総督は、アレクサンダー・ロスにレッド側開拓者の一体を組織して、イギリスのために移住して土地を占拠するよう命令した。およそ二百人の男女子供からなるジェームズ・シンクレアの遠征隊がその年遅くにバーンクーバートリデに到着したとき、 マクローリンは、ハドソン湾会社の農園に落ち着かせ、コロンビア側南岸への入植を奨励した。オレゴン協会紛争で緊張が高まると、シンプソンは、国境が遥か北の北49度線に定められる、可能性を認識し、マクローリンにその本部を、バンクーバー島に移すよう命令した。マクローリンはそうはせずに、ジェームズ・ダグラスに命じて、カモスン・トリデを建設させた。 ウィラメット川警告との結びつきが増していた。マクローリンはそこを離れることを拒んだ。マクローリンは、オレゴンカントリーの将来に関する議論に巻き込まれた。マクローリンは1842年のオレゴン、ライシーアムでの議論の間、その弁護士を通じて、アメリカ合衆国から離れた独立国家を提唱した。この見解は当初指示を得て、決議案が採択されたが、後に、 メソジスト宣教師団のジョージ・アバネシーから出た独立国形成を保留する道義が出て取りやめになった。1843年、アメリカ人開拓者たちは独自の政府を樹立し、暫定オレゴン政府と呼んだ。議会委員会が権限付与法として法体系の草案を作った。これには3人の執行委員会、司法府、民兵隊、土地に関する法を、 および四つの軍装説が含まれていた。1843年の権限付与法の正確には曖昧さや混乱を招くところがあり、特にそれが憲法なのか法なのかが問題だった。1844年、新しい議会委員会がそれを法と考えることを決めた。1845年の権限付与法では修正を加え、政府に、 イギリス市民が参加することを認めた。1846年のオレゴン条約は、アメリカ合衆国の司法権が及ぶ範囲として、北緯49度線以南を定めたが、暫定政府は1849年まで、機能し続け、その後に、初代オレゴン準州政府に譲った。マクローリンは1846年に、ハドソン湾会社を実職した後、 家族ごと南のウィラメット渓谷にあるオレゴンシティに戻った。その時までにオレゴン条約が批准されており、その地域はオレゴン巡州としてアメリカ合衆国の一部になった。その渓谷はオレゴントレールを通って流れ込んでくる開拓者たちの選択する目的地だった。オレゴンシティに開店したマクローリンの店舗では開拓者たちに食料や農業用具を売った。 1847年、マクローリンは、セント・グレゴリー爵位に除され、ローマ教皇グレゴリウス16世から与えられた。1849年には、アメリカ合衆国市民になった。マクローリンの敵対者が、サミュエル・アール・サーストンによる1850年の、寄付土地権利法に、マクローリンの土地権利を失わせる一説を挟むことに、成功した。 この法は執行されることはなかったが、年取ったマクローリンに苦い思いをさせた。1851年には、投票総数66票のうち44票を獲得して、オレゴンシティ市長に当選した。1857年に老衰で死に、オレゴンシティ中心街を見下ろす、家の側に墓がある。マクローリンハウス1953年、オレゴン州は、 ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションにマクローリンの聖堂像を寄贈した。マクローリンの死から100年にあたる1957年にはオレゴン州議会が公式にオレゴンの父の称号を送った。オレゴン州内の多くの公共施設がマクローリンの名を冠しているオレゴンシティ市にあるマクローリンの元住居はマクローリンハウスと呼ばれ、 現在博物館になっている。バンクーバートリデ国立歴史史跡の一部である。マクローリンは、息子の一人を暴力が原因で死なせた。ジョン・マクローリン・ジュニアは、スティキイントリデの二代目主任公益賞に指名され、トリデの従業員アーベイン、ヘルーのせいで死んだ、唯一のものになった。ヘルーは、殺人罪で告発されたが、 証拠不足で無罪となり、マクローリンが会社に対して抱いた腹立ちを増すことになった。ありがとうございます。